こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、道の駅にらさきにおります。こちらですね、別の動画でキャンプに行ってる動画が上がってると思うんですけれども、そのキャンプに行く前に、サントリー工場だっけな、サントリーのウイスキー工場かな、ちょっと名前が、正式な名前がわからないですけど、に、向かおうと思っております。そちらがですね、朝9時半から受付開始なのかな。で、本当は前日に予約をしないと入れないみたいで、この後ね、当日予約でいきなり行って入れるかどうかわからないんですけど、まず行ってみたいと思います。見てください、この晴天。私どものチャンネルらしくない晴天ですね。まだ朝8時半ぐらいなので、少しゆっくりしてから向かいます。はい、改めましておはようございます。先ほどですね、セブンイレブンで肉まんとレモンティーをいただきまして、ただいまサントリーウイスキー工場ですねに向かっております。ただ予約ができておりません。9時半からのコースと10時半からのコースがあって、10時半からのコースが有料で、そっちはね、満席って書いてあったんですよね。9時半の方が工場見学できないんですけれども、まあ、何か軽く博物館とか見れるみたいな、無料の方なんですけど、そちらにね行けるんじゃないかなと思ってますので、いきなり突ってみます。じゃあ行ってきます。天気な春晴れた日のこと、魔法みたいな勇敢。はい、入り口ですね。あー、すごい、およそ300メートル先直進です。すごい広そうだな、いきなり。お客様専用駐車場、入れんのかな、緊張してきた。なんか着きました。まだね、9時半受付開始なのかわからないですけど、人が全くいないですね。これは広そうだな。そして本当に寒い。ご予約のないお客様用に何かありますね。これなんか行けそうな気がしますね。9時半まで待ちます。はい、なんとか入りました。で、残念ながらですね、ウイスキー工場の見学が今日は満席でして、やはり、その代わり南アルプスの天然水ガイドツアー11時10分のコースが取れました。現在9時半なので1時間40分あります。それまで、ウイスキー博物館、こちらですね、とバードサンクチュアリの方をぐるりと回ってゆっくりしたいと思います。よかった、入れて。10月の末ですが、少しずつ赤みがかってきましたね。紅葉の季節ですね。これはレストランかな。団体さんがね、今団体さんが後ろから迫ってきてるんですよ。売店に行きました。ウイスキー買って帰りたいですね、飲めないけど。おしゃれだわ。ツアー前にお土産を購入してしまいました。というのもですね、すごいお客さんが押し寄せて、でちょっとこれ開けますね。みんなこれ持ってたんですよ。ピントがあった。これがなんか限定商品なのかな、1400円ぐらいのウイスキーだったんですけど、開けてみますね。で、もう一個購入したのがこれですね、チョコレート。
可愛らしいですね。これウイスキーボンボンかと思ったんですけど普通のチョコレートですね。こちらのウイスキーを、可愛いな。うわ、あ、何も柄がない。あったあったあった、これですね。これサムネにしようかな。まだ1時間ほど天然水ツアーまでありますので博物館に行ってきます。ウイスキー飲めるようになりたいんですけどね、ロックストレートちょっときついんですよね。ずらーっとこの中で知ってるの正直山崎、拍手、ジンビームぐらいしか知らないかも。2階に上がってきましたが誰もいませんでした。錬金術と生命の水、すごいすごい、見てください。この小瓶たちは映えますね、おしゃれに。すごい圧巻ですね。バーがありましたね。いや、あのね、この後ツアーが待ってるんで、この博物館の中でもまだ全然撮れてない部分あるんですけどね、そろそろやめとかないとまずいな。これ充電がなくなってきましたよ。では、あ、この後はですね、実際にこちらに来ていただいて、お楽しみくださいというわけで、続いてサントリー天然水のツアーの方に参加させていただきます。では皆様、改めましてこんにちは。
最後に大きな声で喋りたいので、このまま一旦車に戻ります。メモ帳もらいました。ぼやけてる。はい、今車に戻りました。本当に来てよかったです。すごい規模。これね、また行きたいですね。ウイスキーの方の見学もしてみたい。で、施設自体もすごく綺麗で、トイレもウォシュレットあって、トイレットペーパーもダブルだったし、ロッカーもね、なんとタダだったんですよ。ここポイント高いですわ。皆様もぜひ白州のサントリー、工場、山梨県にありますので、お時間の時ぜひ来てみてください。本当におすすめです。運が良ければ当日にウイスキー工場の、まあ、1000円有料でかかりますけど、入れるかもしれないですね、平日だったら。ちょっとまたここをリベンジで、来てみたいと思います。というわけで、今回の動画をこちらで終了させていただきます。この後はですね、キャンプに行ってきます。もうすでに動画がアップされてると思いますけれども、キャンプに行ってきます。では皆様、また次回の旅で、バイバイ。